いいものをどんどん取り入れることによって自分が出していくものもいいものになるよっていう、それだけすごいシンプルなお話です。はい、こんにちは、シンガーソングライターの井戸正樹です。今日は作曲のセンスを磨く方法っていうお話をしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。作曲をしていて、こう俺センスないなとか、なんか私って才能ないのかもしれないみたいなことで悩む人って結構いると思うんですよね。で、僕自身も実際こう曲を作っていく中で、なんでこの自分が作る曲って、この自分が好きなこういう目指してるアーティストの人の作る曲と比べてね、なんかセンスがなく感じるのかなとか、ほんとセンスないなとか悩んだこともありました。だけど、途中で僕ちょっと気づいたことがあって、センスっていうのは磨けば開花するものなんだなっていうことに気づいたんですよ。からセンスっていうのはこう目に見えるものではないじゃないですか。ないので、例えばまあ体を鍛えてなんかこう筋肉がつくみたいなように、こうなんだろう、目に見える成果にはならないんですけど、ちゃんとね磨いていくことで開花するものなんだってことに気づきました。じゃあどうやってセンスを磨くのかっていうお話ししていきたいと思います。まずはですね、自分の好きな曲をたくさん聴くっていうことです。まあ、ただただその自分の好きな曲をぼーっと聴いてるっていうのはダメです。そうじゃなくて、この曲のどこがかっこいいのかなとか、どこがいいって思うのかなってことをよくね観察してみてください。で、あ、ここなんだと思ったら、まあ紙とかにこう書き出して、で、例えばこの歌詞とこのメロディっていうのはすごく相性がいいんだとかでもいいし、このギターのフレーズがかっこいいんだとか、そういうね、たくさんあると思うんですよ、その曲が魅力的な理由っていうのが。っていうのをまずはね書き出してみてください。あとは自分が普段聴かない音楽、例えば普段 J-POP とかしか聴かないよっていう人は、もっと全然違うジャンルの曲、例えば僕、まあやっぱ J-POP からこう音楽に入ってきたんですけど、そっからまあロックバンドも聴いたし、ブルースとか、あと何聴いたかな、ファンクとか、そういうなんか全然違う音楽ジャンルの音楽を聴くってことをやると、元々のなんだろう、このまあ、J-POP っていうのは今ある音楽、日本の音楽だけど、それよりも前、要はそれの、なんていうかな、ご先祖様みたいな、どんどん音楽ってこう遡っていくと歴史があるんですよ。で、もうどん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 遡っていくと、こうじゃあ、ロックバンドがありましたって、ロックの前はブルースがありましたとか、こういろいろあるんだけど、どんどんね、その違うジャンルの曲って聞いてみると、結局共通するとこっていうのは必ずあるんですよ。から普通に J-POP を聴いてるだけじゃ取り入れられないセンスっていうのも取り入れることができるので、そういうね全然違うジャンルの曲を聴いてみるっていうのもすごく大事だなと思います。で、あとは作曲っていうのは結局自分のこうイメージしたものを、メロディーにして表現するっていうことじゃないですか。なのでまずそのイメージがないと曲なんて作れないから、だから普段からね、まあ音楽以外のものいろんな、まあ、ものがあるじゃないですか、世の中にあふれかえってるから、そういうセンスいいねこれって自分が思うものにどんどん触れていくっていうことです。で、音楽とは関係ないものじゃあ意味なくないって思うかもしれないけど、そんなことはなくて、やっぱし世の中にこう素晴らしいものって、ね、いっぱいあるわけですよ。それも誰かのセンスによって作られてるものだから、その人も何かからこうイメージをね得て、それ素晴らしいイメージを得て、それをこうものとして表現したりするから、だから結局、何かをイメージするっていうセンスっていうのはそういうものからもこう磨くことができるんですよ。から、もちろん音楽を一番いろんなものを聴くっていうのは一番だと思うけど、でもそれ以外のものからもセンスっていうのを磨くことができるってことですね。はい、ということで今回は作曲のセンスの磨き方というお話でした。最後まで見てくれてありがとうございました。で、結局は作曲のセンスを磨くって言うとなんか難しそうに感じるかもしれないけど、要はどんどんこう自分の中にいいものを取り入れて、どんどんインプットして、いいものを取り入れたからいいものをアウトプットしていこう、出していこうっていう、ただそれだけのことなんですよ。これ食事と一緒で、なんかこう体にいいものを食べたら体もさ、ちゃんと育っていくでしょ。で、こう体に悪いものばっか食べてたらこう病気になるとかなるじゃないですか。それと一緒だから、いいものをどんどん取り入れることによって自分が出していくものもいいものになるよっていう、それだけすごいシンプルなお話です。それではシンガーソングライターの井戸正樹でした。また会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね、バイバーイ。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、
自分の曲作ってみたいと思いませんか。うん、結論から言うと作れます。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画コンビの中にこうギューッと凝縮して、無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、シンガーソングライターに憧れてるんだけどどうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと押さえるのっていう人とか、ギター、少しは弾けるけどちょっと表現力に自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、あとはもっと気軽にね、自分の曲を作ってみたいんだけど私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはね、ぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけどお金は1円もかからないです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうとこをこうピッて押してもらうとふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなのこうあると思うので、それピッて押すとやっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるのでぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田雅樹でした。動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。